もう余裕だから、終わったことなんであれだけど、こないだ風邪ひいちゃって。すごいしんどくて、言えなくて、写真あり、激痩せしていた昨年の中井。こう語ったのは、中井正宏、52。11月30日放送の中井正宏オンオンエア、日本放送、で少し前に体調を崩していたことを明かした。だが周囲には言えなかったようで、でもダメなんだよね。 しんどいんで休ませてくださいって言わなきゃいけないんでしょ。と言及、その上で、これ僕らの世代、世代で決めつけちゃいけないけど、今社会のルール、しんどかったら、ちゃんと申告してお休みください、みたいな。その習慣がないからさ、黙ってるしかないよねと、体調不良を申告せずに仕事を続けてきたという。そんな中井は、黙ってるってこともダメなの。いや、 さすがにインフルエンザになりましたって突破することはないよ。うん。風邪ぐらいだったら別に突破しても良い。ダメなのとスタッフに質問。スタッフが、調子悪い人を働かせちゃいけないからと返答すると運営屋では元気だけど、その時、しんどいとか言ってないから。聞かれもしないし。でもね、しんどかったのよ。何がしんどかったって、喉がイガイガするなぁとか、鼻出るなぁとか、 と具体的な症状を告白ちっちゃいクリニックに行って、お薬もらってと、病院で診察してもらったという。中井は、全然治ったけど、しんどかった。ああいうとき、どうすりゃいいんだろうね。本当にと漏らしつつも、今、お休みしますって言いやすくなったのかな。やっぱお休みする人、よく聞くね。ちょっと体調を崩したのでお休みしますとか。でもよかったよね。 僕なんかの時代は根性論みたいなので言って、ちょっと甘いなとか、気合が足りないんじゃないかなってと時代の変化を喜んでいた。中井正宏の金曜日のスマイルたちへ、TBS 系や、誰かと中井、フジテレビ系など、テレビ各局でレギュラー番組を抱える中井。今年10月からは新たなトーク番組、ザ MC ・ MC3 ・ TBS 系がレギュラー化し、 フジテレビが生中継した MLB ワールドシリーズ第5戦にも応援サポーターとして出演するなど引っ張りだこだ。テレビでは元気に振る舞っているだけに、ラジオで告白した体調不良にニュースサイトのコメント欄では、風ぐらいで休むなって言われてきた世代ですよね。冠無理番組持ってると難しいね、と共感する声やねぎらう声が続々。一方少し前には、ファンの間で中井の異変、 も指摘されていた。浅野優子、64がゲスト出演した11月18日放送の、ザ MC ・ MC3 ・ TBSK では、放送中に X でこんな声が上がっていたのだ。中井くん風邪気味じゃない声かすれてるちょい心配。中井くん声だから今日言葉少なめなの。中井くん、声がれてるね無理しないでね。中井さんは笑顔でトークをしていましたが、 声がかすれていただけでなく、いつもより発言も控えめな印象でした。また時折、口を毎一文字に結んで飲み込むような仕草も、いつ収録されたかはわかりませんが、こうした小さな変化を見逃さなかったファンもいたようです。テレビシライター。22年11月上旬から休養に入り、一時は、激痩せ、た姿が心配されていた中井。23年1月放送の、 中井正宏のキャスター中井、テレビ朝日系で本格的にテレビ復帰したが、現在も病名は明かしていない。番組を盛り上げるトークに定評のある中井さんですが、自身のプライベートを明かすことはほとんどありません。スマップ時代からスタートして第一線を走り続けてきたことから、現在も中井正宏に徹することを心がけているといいます。もともと中井さんは周囲に、 大丈夫と気遣われることはプロとして失格と考えています。自分の都合で仕事に穴を開けることも言語道断だと話していました。収録の際も事前に台本やゲストの情報をすべて頭に入れて臨むと言いますし、ストイックな仕事ぶりを貫いてきました。11月30日放送のラジオでは全盛期に比べて、 全然働きすぎじゃないから、と笑い飛ばしていましたが、やはり根底には、休みたくない、というプロ意識があるのでしょう。芸能関係者。今年3月中旬に本誌が目撃した際は、すっかり体型も戻り、足取りもしっかりとしていた中井。長く活躍してもらうためにも、無理はしないよう願うばかりだ。